はい、こんにちは、ゼロです。今回はですね、防湿庫の話をしたいなと思います。はい、今ねちょっと欲しいものとしてですね、防湿庫ですね、これがあるんですよね。で、一応ね、簡易的なものって言っちゃうとあれなんですけど、こう、なんだろう、電源を挿して動くね、本格的なものじゃなくって、こう樹脂のボックスね、ここにちょっと出てますけど、ちっちゃいですけど、樹脂のボックスに、まあ、なんていうの、除湿剤みたいなのを入れてね、保管する、ボックスは、一応買ってあるんですね。うん。で、今ちょっと何も入ってないんですけど、たまにね、入れて使ったりはしてるんですけど、これのね、一つデメリットとして、その除湿剤ですね、まあ、これの、寿命と言ったらいいのかな。はい、まあ、こうそれがあると、交換しなきゃいけないっていうのがありますよね。うん。まあ、ちなみに私の、このね、ボックスの中に入れてる除湿剤っていうのは、電源でね、コンセントに挿して、繰り返し使えるタイプなんですけど、うん、電源にコンセント挿して、なんか色がね、こう表示があって、青い表示になったら、使えますよっていうタイプですね。で、こう湿気を取って、どんどんこう劣化していくと、その表示がピンク色になって、で、もう除湿できませんよってなると。で、そうなったらまたこう電源に挿してっていう風に繰り返し使えるタイプなんですけど、それでもですね、やっぱり完全密封のボックスではやっぱりないので、やっぱりこう時とともにですね、どんどんこう、中の湿度って上がっていくんですよね。うん。で、やっぱりこれだとその除湿剤をこうメンテする手間っていうのがやっぱ出てくるじゃないですか。で、これがやっぱりとてもめんどくさいと。うん。で、いうので、やっぱり防湿庫、ちゃんとした防湿庫が欲しいなって思ってるんですけど、一つね、どうしてもね、導入できない理由として、場所がないんですよ、置く場所が。うん。で、こう見てると分かる通り、やっぱりどうしてもね、高さもそうなんですけど、で、奥行きもこうね、奥行きもこう取るじゃないですか。なので、まあ、奥行きはね、どうだろうな、あんまりこう手前に出っ張りすぎてると、やっぱり邪魔だし、うん、で、特にこれ私のやっぱり自分の部屋に置くんで、で、部屋も狭いですから、やっぱりどうしても置き場所がなくてですね、で、唯一ね、置ける場所っていうのはあるんですけど、そこにはね、どうやってもこのサイズって入らないんですよ。うん。で、その置ける場所っていうのが、どういう場所かっていうと、ベッドの下なんですよ。はい、ベッドの下。ベッドの下であればですね、基本的に物ってあんまり置かないじゃないですか。うん。なので、私がね、こう今、ここに、まさにこの、多分同じボックスだと思うんですけど、このボックスは、今、ベッドの下に入れてあるんですね。うん。で、じゃあですよ、このちゃんとしたこうね、電源をつないで使う防湿庫に、そういったベッドの下に入る、こういう高さのものがあるかって言われると、私が探した限りないんですよ。うん。で、ちょっと今困ってるんですね。うん。うん。こういうね、まあもちろん置けないことはないんですけど、これ置いちゃうとですね、もう本当にこう、部屋が窮屈になってしまって、はい、で、こういう防湿庫ってそれなりに重さがあるんで、で、据え置きタイプじゃないですか。だから簡単に移動もできないじゃないですか。そうなってくると、やっぱりこう私のこの狭い部屋にですね、置くのはちょっと無理があるということなんですよね。で、唯一今、スペースとして有効活用できたのが、できそうなのがベッドの下。うん。これがね、どうにか有効活用できないかなと思って考えてるんですけど、この防湿庫、電源タイプの防湿庫ないんですよね、ベッドの下に入るサイズのものが。はい、ぜひね、メーカーさん、これ作っていただけないでしょうか。はい、ベッドの下に入る、サイズの防湿庫、うん、当然ね、薄くなるので、横にこう倍ぐらいにこう広がる分には多分大丈夫だと思うんですよね。うん、多分ベッドのシングルのベッドのサイズだったら、これ多分幅2つ分ぐらいは多分入ると思うんですけど、ちょっと寸法測ってないんで分かんないですけどね。うん。
なのでこれをベッドに入る薄型にしてもらって、下にね入るサイズの薄型で、横にちょっとこう長いタイプ、こういうのをぜひ作ってもらえないかなっていうふうに思うんですよね。うん。そしたらですね、こうベッドの下も有効活用できるのになっていうふうに思うんですけどね。防湿庫欲しいんですよね。ただね、置き場所がね。でやっぱりこうね、背が高くなるとその分奥行きも出てくるんで、どうしてもね邪魔なんですよね。でぜひメーカーさんに作ってほしいなっていう、感じなんですよね。このベッドにの下に、入る防湿庫、はい、どうしようかなっていうふうに、ちょっとそういうことで今悩んでます。はい、ということで、簡単なんですけど、ぜひね、まあこう防湿庫を作ってらっしゃるメーカーさんが見てるとは思えないんですけど、もし見てらっしゃったらですね、ぜひこのベッドの下に入る防湿庫っていうのを、開発していただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画はこの辺で終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。